なんだと？行くぞ、アイザ。おい、レント、待ちやがれ、レント！失礼します。チキシュー、何だってんだよ。取れたよ。やあやあ、どこに行くんだい？よし、どこに行く？よーし。これってひょっとして宝の地図ってやつかな？そうかも。宝の地図なんておとぎ話の中だけかと思ってたよ。そりゃ誰かが宝を隠してメモ代わりに書き残せばそれは宝の地図だからね。いいよね、宝の地図って。ロマンと夢があって。まあ地図も本物かどうかはわからないし、隠されてるものに価値があるとも限らないけどね。それを確かめるのも宝探しの醍醐味でしょ。どうしようかな。どこに何を入れるのがいいかな。いいものできそう。いいものできそう。どれにしようかな。これでいいか。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに行くんだい？よし。あ、ボス、あんたまたクラウディアにまで。これで全員勢揃いってわけか。お前たち
最近は冒険ごっこに飽き足らず、流れ者とつるんで怪しい真似をしてるらしいな。うろちょろと御用聞きして回ってるってあちこちで聞いてるぞ。怪しい真似って何さ。錬金術よ、錬金術。言ったでしょ、もう構ってやる暇はないって。今さら物珍しいまじないに当てられて、ガキみたくはしゃぎ回ってるのが目障りなんだよ。誰がガキみてえだって。今さら。ボースこそランバー引き連れて気分はガキ大将。どっちが子供なのよ。こいつは剣の稽古相手だ。遊び歩いてるお前らとブルネン家の跡取りである俺を一緒にするな。どうしてそんなにライザたちを目の敵にするんですか。こいつらはこいつらはいつまでもグズグズくすぶってくだらない夢ばかり語ってるくだらない奴らだ。俺は違う。俺はブルネン家の男として、勉学も剣の稽古も日々なすべきことをなしている。でもライザたちも今は流れ者やお前という外からの刺激を受けて浮かれてるだけだ。ボスてめえ、昔なじみだと思って我慢してやってりゃつけ上がりやがって。つけ上がってるのはどっちだ。昨日今日でお前たちの何が変わるというんだ。いいわ、私たちの変わりようをあんたにも分かるくらい。せめて旅商人が出ていくまでは飽きずに続けろよ。そいつとの付き合いが気まずくなるだろう。聞いたよね、みんな。やるわよ。ああ、俺たちのやってることが本気の本気だってボースの野郎に。僕だって変わったつもりだからね。ボースの前じゃ怖くて言えないけど。もしかして以前はみんな仲が良かったのかな。あ、それはそうと、クラウディアたちは何してたの。あ、そうだったわ。ちょっと変なことになっちゃってたけど、もともとライザに話があったのよ。お父さんが次の課題を出すからお呼びしなさいって。待ってました。次は何かな。詳しくは聞いてないけど。わかった、早速みんなで。こんにちは、ルベルトさん。モリッツさん。来たか、悪党どもめ。ブルネン家の人間を待たせるとは随分偉くなったものだな。悪童。モリッツさんにとって僕らはまだ遊び回ってた子供の頃のままなんだね。け、威張り腐りやがって。お父さん、次の課題の話だったんじゃ。どうしてモリッツさんが。うん、課題が村からの依頼にもなるためだ。あそこに山積みになった瓦礫があるだろう。言われてみれば、なんだかいろいろ多い。先日の地震で出た瓦礫が集められている。それ以外のものもいろいろあるようだが。初めはそんな量でもなかったのだが、ここに集めれば良いと思い込んだ連中が次々と捨てていきよってな。往来に支障が出て苦情も寄せられている。村の生活を守るこの私としても放ってはおけん。はあ、それで。お前たち最近なんとかという便利なものをやっとるんだろう。なんとかじゃなくて錬金術です。どうでもいいわい、そんなことは。それよりできるのかできんのか。そりゃやれと言われればやりますけど。頼りない返事だな。本当にこやつらに任せて大丈夫なのですかな。ええ、我が家の地下室で起きた水漏れも彼女の錬金術で解決しました。任せてみましょう。そこまで言われるのでしたら。別にそっちはどうでもいいけど。まあ、クラウディアのために頑張りますよ。
水漏れの次はガラクタ掃除か。いよいよ便利屋扱いになってきたね。なんだかごめんね。クラウディアのためだし、なんてことないって。せめて小さければよそに運べるんだけどな。一つずつぶっ壊していくのも手間だし、どうしたもんか。ぶっ壊す？それだ！爆弾でまとめて壊しちゃおう！おう、どこに行く？よし。おう、どこに行く？よし、行くぞ。アンペルさん、そのジャラジャラしたのは何？ん？これか？これは錬金術に使う宝石だ。そのまんまジェムって呼んでいる。綺麗。錬金術に使うって何かの材料にするの？今のお前ならわかるかな。錬金術には一度作ったものをさらに強化する技があるんだ。さらに強化、そんなことまで？ああ、作ったものの限界を突破させるとでも言うか。極めればもちろん特別な技には特別な材料が必要となる。ジェムはどこで手に入るの？ジェム還元といってな、さまざまな材料を変化させてこれらの宝石を生成す。え、すごい。それって普通の材料から宝石を作るってことだよね。ジェムを売れば一攫千金なんじゃ。見た目は綺麗だが本物の宝石じゃないから希少価値はないぞ。我々錬金術師にとっては利用価値は大いにあるが、自分で作れるものをわざわざ買うやつはいないだろうな。つまり綺麗なだけで1コールにもならないのか。甘い目論みが崩れたところで、作ったものの最強化について説明。どれを使おうかな。いっそ全部入れちゃえば。で、なしなし。いっそ全部入れちゃえば。で、なしなし。全部入れちゃえば。で、なしなし。本当にこれでいいか考えないとね。